はい、どうもー、はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。で、毎日動画頑張っていきましょうということで、頑張っていきましょう。はい、今日なんですか。 YouTuber って、アプリ結構紹介するじゃん。で、俺らがやってきたのは、面白いアプリなんだよね。今日めちゃくちゃマニアックなアプリ、紹介しよう。これでも2人の中では知ってたよね。結構前だよ。俺大学動画投稿する前でしょ、でしょ、やばいアプリだよ。流行る前から俺これ知ってた。流行ってんのか分かんないけど、これやってるやつちょっとやばいかもしれないけど、伝染病株式会社っていう、やば、パンデミックって起きるっていうじゃん、その、どこでウイルスが流行りだして、どう広がっていくかね。これはウイルスを流行らせるっていうゲームなの、これ見ると結構向こうの話でも怖っと思うんだよね。どこどこ、まあこれやった方が早いかな。 やろうか。やってみます。はい、名前つける、何ウイルスにするか。水溜りボンド。まあちょっと不謹慎だけどな。でもこれはこうなるから気をつけようっていうことだと思ってみんな見てください、新しいバクテリアだ。勝利のために進化させ世界中に広めなければならない、人類を滅亡に追い込め、俺らはウイルス側なんで今。そうそう、ウイルスを流行らせる側。そう、この発想が俺めちゃくちゃ新しいと思った。お、いったいったいった。お、いったわ。これを押すとポイントが手に入る。水溜りブラシで完全開始。おい、はい、で、この DNA っていうポイントを増やすと、パワーアップできる。時間とともに増えていくんだけど、これで今その横っちょに動いてんのがこれ船。そう、船とかが出てるよっていう、で今赤い点わかる、みんな。感染者が2人になったんですよ、だから今2人ね。そう、今3人ですよ。ネズミでいきましょう。じゃあ、あれ、いけるいける。はい、ネズミ1個進化しました、ああそうだね。まあまだもう100人超えてますよ。ちょっとレベル違くなってきたでしょ、増え方。こういうなんかウイルステロみたいなのね、よくバイオテロみたいなのよく言うじゃん。でもなんか全然なんかそれってなんか俺らにとってみたらなんか本当かみたいな。そう、この量エグいっしょ。1000ずつ増えてるよ、もう今だって6000、8000。こうやってそのもうこのレベルですか、倍々で増えていくってことはね、まあ 1秒につき1日経ってる程なんですけど、で強くしちゃうとバレちゃうね。そう、よく知ってるわ、素晴らしい。これ強く、症状を強くしすぎちゃうと、そのなんか、あ、これ突然変異で強くなってっちゃうんだけど、強くするともう国とかが動いて見えるんだよ。西アフリカ、西アフリカに、あ、今飛行機に乗ってきましたね。やっぱりこうするとね、すごいですよ。うわ、やば。こうやって感染していくんですよ。だからもう 100% ですよ。もう感染してる人は全員で、初めこう緩やかにいってこうだったんだよ。一気にいくわけだからね。手はつけるスピード、まあこんだけのこと起きてたら頑張るしな。ダメだ、やばい、やばいな。まあでも人類勝ってほしいよ。そんな簡単なことであってほしくないからね、これキュアできてからがまた面白いんで、そっち見ましょう。そしたら急に治っていくから、人類が強い。人類強いな、見ててみんな。できますから今 100% になりました。キュアの開発完了、世界中に配備。見てください、これ。この数字。根絶間近。はい。僕らの負けでございます。感染者数がどんどん減ってるもんね。はい。意味ないよ。根絶された。くそー。っていうやつなんですよ。まあね、やりたい人やればいいし、やりたくない人はやらなくていい。全然。はい。え？ワクチンとかさ、予防接種とか行けって言われるじゃん。そう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 、それの大切さっていうのはこれ最後のところで学べるし。確かに確かに。
構ね、ハマっちゃうと思う。俺もう一回やるし悔しい、悔しい。俺は悔しいけど、それはやばいけどこの後多分やるっしょ、俺は、うん、もう一回戦略を立てて。そうそうそう、ドラマとかでもブラッディーマンデーとかさ、ね、結局こういう話じゃん。そうだね、賛否いろいろあるの分かるし、このアプリでも、このアプリの評価は 4.6 なんで。あと、倒れてる佐々木、あの、倒れてる、どういうことですかはい、ということで以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。